コスモザウルス、どうやって無双剣を防いだのだ。さすがはテラル様だ。ゴッドシグマを破る力を持った新型を送ってくださったか。やれ、新型コスモザウルスよ。ゴッドシグマにとどめをさせ。逃げたトシア。やられる。さあ、そうはさせない。グレンダイザー。兄さん、兄さんなの？マリア、コウジ君、心配かけてすまなかった。僕もヒカルさんも無事だ。水臭いこと言ってんのよ、デュークフリード。そうよ、兄さんとヒカルさんが無事なら私たち何も言うことないわ。おじさん、マリアちゃん、まずはエルダと戦おう。動けるか、トシア。おう、なんとかな。礼を言うぜ、デュークフリード。だが気をつけろ、あのコスモザイルスの待てのやつはキャラが違うぞ。無双系でもダメないでしょ。こちらの攻撃は効かないだろう。クソ、だからってこのところでやられてたまるかよ。異星人の中には負けないぞ。必ず叩き止めしてやる。デュークフリード、今はこの緊張の切り抜けるのが先だ。余計なことを考えるのやめよう。はい、さっき、あのコスモザウルスはカズミ博士が分析している。まずは敵艦に攻撃を集中させろ。あのので博士、これまで何とか持ちこたえ見せるかよ。オッケー。でさっき削ったボタンだったの。7320、削りに行けるかな。無理規制。アイザーも一応6段階強化済みだけど、ダメージが入んのかな。あ、入らねえわ。よ、足りねえ。まあ、半減で終わるか。あ、回復するのか。危ねえ。はい。危ねえ。回復しなくちゃ。こっちはなんかサポートしてくれよ。ちょっとぐらいサービスしてくれよ。おい。まだだ。エルダの未来のためにも、ここで引くわけには。下がり率、あとは私に任せるとだ。お、あの戦艦テラルか。おう、テラル様、あの新型のコスモザウルス、いつの間に開発を。この話は後だ。ここは私に任せて退くのだ。了解しました、テラル様、あとはお任せします。貴様、どうしよう。俺は前のことを敵ながらあっぱれなことだと思っていた。だがお前はそれを踏みにじった。ロシア、許さんとテラル。エルダの司令官であるお前を、俺は絶対に許さない。目に黙れ。友人である貴様が何を言う。やれ、バリラット。対トリニティエネルギー処理を施したお前なら、ゴッドシグマに勝てる。奴を倒して、エルダの未来を守るのだ。博士、なんとかならんのか。分析の結果出た。あのコスモザイルスは表面を特殊なコーティングで覆っている。このコーティングってのを剥がせば攻撃が通用するってわけだ。簡単にはそれをどうやってやるんだ。方法ある。スピグマブレストだ。スピグマブレスト、いかん、ジュリー、あれのテストは終わっておらん。理論上で完成したにすぎん。ですがかつてこの状況を打開するにはシグマブレストしかありません。分子の、物質の分子結合を破壊するスピグマブレストならコーティングを崩壊させることができるはずです。
よし、俺は博士を信じます。博士の科学とトリニティエネルギーの力を。君に俺もだぜ博士。博士の作った俺たちのゴッドシグマが負けるはずがねえ。見ててくれ博士、俺たちが博士の科学を科学が奴らに負けないのを証明してやる。違う、だけん。フリートリニティエネルギーの制御回路をシグマ1136に切り替えろ。了解です、博士。じゃあ、チャンスは一度だけだ。タイミングは誤るな。よし、行くぜ、コスモザウルス。ゴッドシグマの底力から見せてやる。飽和戦、マリラット、早く奴らを。エネルギー解放、ビッグイング展開。イケイトシア、うおー、新技。よし、シグマプレゼント。了解。シグマプレゼント。攻撃を施したバリラとが破れると。やった、やりました博士。博士の科学が勝利したんです。ジュリーったらいつも透かしてるのにあんなにはしゃいちゃって。だってジュリーさんは博士のことを本当に尊敬してるんだもの。当社の兄ちゃんに続くで、異星人を全滅させるんだ。覚悟しやがれよ。こっから俺たちの逆襲だ。己異星地球人、己ゴッドシグマめ、行くぜテラル。俺たちの怒りを思い知らせてやる。いろいろ思うところ関係ないで。さて、そしたら、多いんで。移動力あってよかった。残りはそんな強くないな。で1くんだ。俺も届くんだ。いい射程してんね。強い。
あんまり見る機会ないから、この合体技、見よう。全体攻撃ありがたい。ただ火ダメが、これは4歩よ。これはアークで全体攻撃。これも全体攻撃を打ちたい。マリンスペーザー補給ついてたよね。ダブルバーニングファイヤー4砲。かなこっちか、こっちこっち。よし、でイオン砲射程めちゃめちゃ伸ばしました。なんかできるか。とりあえずこれ倒して、フォーメーション待てよ。よいしょ、あ、便利。しかし消費少ねえな。あ、足りねえ。で、用意した。こっちの子あったっけ。はい、
ブルボンに来いよ。おいいね。ちょっと稼ぐためにですね、ここにいろいろ集約させたいんだけど、幸運、幸運しかねえか。応援があったんで応援使います。よし、これで入手と。オッケー。この缶はもう持たん。無事に脱出せよ。ヘラルさんもお急ぎください。私は最後でいい。それが司令官の務めだ。オッケー。まあ見やがれ異星人め。ペイ君、なんだよデュークの兄ちゃん急におっかない声出して。デュークフリード、ポージ君、君たちに聞きたいことがある。トシア、あれを見ろ。あそこの島じゃ。あれはもしかして、ん？だっはできたか、取り残されたか。待て、この声ダン・トシアか。その通りだ。お前がエルダの司令官ヘラルか。おろせ。ボルトとしての恥辱を受けるくらいならこの場で私は死を選ぶ。お前に言われなくてもそうしてやるぜ。人間爆弾にされたハモードの恨みを思い知らせてやる。人間爆弾だと？なんだそれは。しらばっくれるな。外族がさらった人間の爆弾に改造している事実はすでに掴んでいる。エルダーが世で捕虜にした人たちも外族に引き渡されたと聞いてるぞ。なんだと？ヘラル、外族の人間狩りを止めたお前を俺は一人の男として認めていた。だがお前も所詮は異星人だった。俺はお前を、エルダーを許さない。待てトシア、私は世の人間を外族に渡すなどという指示を出した覚えはない。人間爆弾などという非道の作戦も聞いてはいない。この野郎、命を惜しさに自分たちがやったことは認めないつもりかよ。信じてくれとは言わん。だが誓う、エルダーはその作戦に関与していない。黙れ黙れ、命越したって許しゃしねえぞ。浜本やみんなの命、お前の命で償わせてやる。やめるんだ。大輔さん、あんたこいつをかばう気か。この男の目を見るんだ。嘘を言っている人間の目ではない。騙されるな大輔さん。人を騙すことに慣れた奴らは、奴らならこの程度の芝居はわけないさ。言えてるな。綺麗な顔してるが、こいつも腹の中じゃ人の命を虫けら同然と思ってるんだろうぜ。目を覚ませみんな、憎しみで我を忘れるな。うるせえうるせえよ。大輔の兄ちゃんは異星人だからこいつの肩を持つのかよ。ペイ君、こいつらのおかげで俺の友達は爆弾されて死んだんだぞ。死にたくなんてなかったのに爆弾にされて怯えながら死んでいったんだぞ。大輔さん、あなたの言いたいこともわかります。そしてもしかしたらあのテラルという人の言ってることも本当のことかもしれません。でも気持ちが割り切れないんです。ここでテラルを殺しても何もならないことは俺たちだってわかってるさ。だからってこの男を許すわけにはいかない。しかし異例事なら聞く気はないぜ。この怒りと憎しみに任せて、君たちは異星人を、大輔さん、外族め、そのような非道な作戦を我々に秘密で行っていたとは。いや、作戦などというものではない。奴らは自分たちの快楽のために人間の命を。ヘラル、俺たちと来てもらうぞ。お前の処分は後で決めるよ。頼むダンとシア、私を行かせてくれ。何？違う、我らエルダーはそのような非道な作戦に一切関与していない。で、私とエルダの何名誉にかけて外族の人間爆弾を止めてみせる。恩師、外族との同盟を取りやめ地球の味方になるのか。それは別の問題だ。だが我らエルダは卑怯な手は使わない。正面から地球人を打ち破ってみせる。そして非道な振る舞いは友軍であろうと許しはしない。この場を逃れるための方便か。あいにくだがこんなものに乗るほど俺たちはお手落ちじゃないぜ。こう言われても仕方ないだろう。だがダントシア、
自分が認めた男に軽蔑されることは私にとって真にも勝る屈辱なのだ。出ないの上を進むためには生き恥をさらそうと私は行かねばならぬ。我が祖国エルダーの誇りのためにも。もう一度お前を信じていいんだな。分かってくれたかトシヤ。行けよ。の代わりさっき言ったことを実行してもらうぞ。人間爆弾この寺に神明を閉じて止めよう。トシヤの兄ちゃん勝手なことするなよ。こいつは敵異星人だ。信頼しても裏切られるだけだぞ。その時は俺が責任を持ってこいつを倒す。ち違えたでもだ。トシヤただトシヤの兄ちゃん大バカだ。でももしあの人が約束を守ればこれ以上の悲劇を止めることができる。だからって信じられるかよ。あいつは敵の異星人なんだぞ。バカ野郎バカ野郎。少年余計なことは言うな。発表の涙に少しでも感じるものがあるならとっとと行けよ。分かった。エルダーの誇りにかけ約束は守ろう。甘いね。全く今回はジュリーの言う通りじゃ。もしやお前は自分が何をしたか分かってるのか。俺はテラルにかけたんだ。あいつ今はあいつを信じるしか外族に捕まって人を救う方法はない。テラル俺はお前を信じる。だから頼むぞ。カッペイ君うるせえ。あんたの顔なんて見たくねえよ。どうせあんたのことだ。異星人にも心があって分かり合うことができると言いたいんだろうが、そういう理屈じゃ割り切れない怒りもあるのさ。今は綺麗事は聞きたくねえ。カッペイだけじゃなく俺たち全員がな。では君たちは異星人すべてを滅ぼす気なのか。支配者の命令によって何も分からずに戦っている人たちさえも必要ならばそうするつもりです。コウジ君マリア君たちもそうなのか。すべての異星人が悪い奴だって言うと思ってるわけじゃねえ。だけど今は。わかった。行こう、ヒカルさん。大輔さん。待って、兄さん。私たちと一緒に戦って。大輔さん。地球の平和のためには、あんたの力も必要なんだ。カッペイ系みんなの気持ちもわかる。だから今はお互いのために距離を置こう。兄さん。マリア、忘れてはいけない。怒りは戦いの力になる。だが憎しみは滅びの力だ。兄さん、デューク・フリード、あなたはどこへ行くんです?そして何のために戦うんですか?はい。ん?オッド・シグマのパワーアップは成功した。やはりトリニティ・エネルギーは私の推測通りの力を持っていた。エネルギー精錬の効率を上げ、さらにそれを応用すれば、タイムワープすら可能になるはずだ。ほうほうほう。そしてこの式の解義が求められれば私の理論が実証される。できたできたぞ。やはりトリニティエネルギーを使えばタイムワープが可能になる。このデータはワープにおける次元間境界線への干渉、現在の多元世界の境界域の限界値にワープ時の衝撃を掛け合わせればどうなる。いや、すでに境界線の崩壊は始まっている。これは、バカな。このままでは遠からず次元境界線も崩壊し、世界は無にキスだと。はあ、ははあ、この辺りから資質にこもりっきりになっちゃったんだな。なるほどね。まあ、なんかちょっと今回は、デュークにいろいろまずいところ見られちゃったかな。そのね、ネットに書かれてるあの嘘の情報をね信じてしまうような材料になっちゃったのかなっていう感じもしますね。はい。じゃあ次こっちのルートの、最後第35話はまた次回やっていきたいと思います。はい。ではそんな感じでスーパーロボット対戦 Z 実況プレイパート305最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれな。